デトロイトやるぞデトロイトやるぞあ、カーラもう怖いことないでしょ、カーラパートで。え、なんか中立なんやがあ、髪型変わってるアリスちゃん、いつの間に。あー、え、わ、すげえな、車こんな感じや。え、つける、つける、ピッ。敵隊やん。いや、こんなつまんないニュース見ないめよ。もうパリピなニュースばっかやな。いやー、なんかロシアとアメリカの緊張感が高まってますね。ちゃんとアリスちゃんにレンズはオートフォーカスやん。オートフォーカスって今言うんか。あ、天気、まあやっぱ天気から。やっぱね、会話のつかみは天気から。少なくとも人間には会わずに済むな。そうだと思う。車、協力者、距離、止める運転に集中してくれ。ナビは必要ないような気もするが、距離、まだ遠いの。あと1時間くらいだな。めっちゃじゃん、もうクリアやん。カーラクリアやな。やったぜ。は？は？こりゃまずいな。なんだよ。え？車で待っててね。ええー。あ、よかったよかった。エンジンぐらいだったらな。もう俺はアリスと離れたくねえよ。戻ったらいなくなってんだからよ。大体において。大体において。待たせとくといなくなってるから。これ俺がやるんか。なんかもっとなんか見た目的にやった方がいい人後ろにいますけど。オーバーヒート的な。さあな。さあなじゃないわ。歩いていくしかない。そう。マイナス1度よ。アリスには無理。泊まれる場所探そう。また変な家泊まるやん、これ。泊まれる場所なんてないだろ。もう変人しかいねえんだからさ、君ら泊まるところ、大概において。しょうがないよね。泊まれる場所を探す。こっちには行けないね。これあればナビとかで調べるって感じでもない。車の中はダメ。そして狭い。あ、もうまっすぐ行けっちゅう、そういう感じかな。看板あるで。あれではなかろうか。あ、どんどんカーラが雪まみれになってく。細かい。やっぱ時期的な問題なんすかね。ちょっとあの人突っ立って何してんの。ちょっと仕事しなすぎだわ。パイレーツ神戸ウェルカムって書いてありますよ。あそこ。そんな離れて大丈夫。あ、いつの間に。もう、もう、止まれる場所探さないと。外は、廃屋を調べる。寒すぎる。はい。ずいぶん前に閉鎖したみたいだな。こんなとこでよく営業してたな。見回しつつね。まあ、とりあえず順々に行くって感じですかね。おい、何かあったか。いいえ、止まりそうな場所はない。はい。まあ廃屋をしばらく調べてくって感じだ。
こんなとこ止めらんないじゃんね、だってね。一応見るけどさ。アリスが風にさらされる、まあ、ちょっとこんなとこじゃ無理でしょ。完全な室内でしょ、少なくとも。完全な室内じゃないとちょいと無理っぽい。これまた止まるところをさ、これ選定しなきゃならんのか。こっちかな。この明らかに止まる場所じゃねえべ、どれも今のところ。また潜んでるアンドロイドいるんやろうな。3人には狭すぎる、まあ、言うてぶっちゃけアリスだけでよくない？そうは言うけど、俺ら別にさ、マイナス1とでも何でもいいんだから。結局のところ、ここはボロボロだ。誰か止まれる場所なんてなさそうだな。おい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 、なんでそのマイナス思考なんや君。変なおっさんに。あ、ここええんちゃう。中は安全そう。ほんとほんとえ、なんか真ん中何、え、え、真ん中のロック何。もうちょっと探索できんのかな。いやもう怖えよ、探索しもれが。あの探索しもれが怖いのと、時間制限あるんじゃねえかっていう、あのこう、もう完全板挟み状態。ちょっと探せるもんは探しておきたいという気持ちは働きますよ、私としては。まあちょっとアリスちゃんあまり寒いあれにしちゃまずいから。おっ、はい、俺がやろう。そりゃそうよね俺何回も思ったよ車の時から何だったら思ってたけど、まあ、あんまり関係ないのかな、アンドロイドだと。そう、筋力の差とかさ、そういうのはあんま関係ないのかもしれない、ね、よし、いいぞ。でも一人じゃないっていうのはだいぶ安心材料ですよね。ここが一番マシそうね。ここで寝ましょう。火を起こすよ。読む。もうこれもさ、今度読みましょう。とりあえずゲットした。とりあえず置いとこう。いつだってな、俺も縛るんだ、時間制限っていうやつは。見る。なんかさ、今さ、人影もしかして映ってるパターンでしょって今ちょっと思っちゃったんだけど、なんか変に撮る。あ、いや、あ、火種にせよっていう、そういう感じや多分。あー、結局真ん中わかんないままだったな。ここで火を起こそう。まあまあまあ、ここなら煙も平気だ。寝床を作る。ああ、これを寝床にするってことか。アリス、ワイがいるで。ルーサーのカバンを調べるって何？そんな、え？銃を調べる。いや、まあ一応ね。え？いや、まあまあまあ、有事の際にここに銃があるっていうことを知ってることが大事だという感じですよ。はい、そういう感じでよろしくお願いします。 RA9 やるんすけど、なんでですかね。結構廃止して廃墟になってからそんな日経ってないんじゃねえの、知らんけど。なんでですか。そして解除されるロック知りともなかった。やっぱいるべや、もういるパターンやべこれ。あとなんだ、カバンを調べた。アリスと話す。そしてあと1個がロッ
ック状態で、これは本だもんね。本だから関係なしと。お前とも話せるパターンか。そういうわけでもない。まあいいや、素直にアリスに話しかけよう。ワイがおるで。いつかこんな風になれる？誠実に行こう。どうすればいいかわからないもん。家族になったことがないから。でも私たちが家族になればきっと幸せになれるはず。つながりや。カーラと一緒にいられれば私はそれでいい。そんな献身的なこと言うのか。そろそろ寝ましょう。でも本当はパッパと本当は一緒に幸せにしたいんやろうな。そう思ってしまうよ。我慢してますよ、こりゃ。あ、まだ見られんのこれ。クッキーをあげる。クッキーが残ってる。少し食べる？いい、お腹減ってない。いやいや、でも、ね、食わないとさ。でも調べられるとこなさそうだよね。こんだけ狭いとこだから多分漏れもないとは思うんだけど、寝かしつけますか。とりあえず寝れるときに寝とかんと、こういう逃避行は。これさ、止まるのはいいんだけど、この後なんかどうすんの。キスやろこれは。やっぱ欧米スタイル。おやすみ。ほら、カーラ、お話聞かせてくれる？なんや。私のメモリーには9000個も動画がインプットされているの。好きな。すごいな。じゃあハリーポッター。お姫様やろ。昔あるところにお姫様が住んでいました。違うの、そういうお話じゃなくてね、お話を作って。昔あるところに女の子がいました。一人ぼっち。その子は一人で古い家に住んでいました。その子は他の子たちのようになりたいと夢見ていました。無理な願い。影、影ってなんだよ。変わっているせいで幸せじゃなかったからです。ある日その子はロボットと出会いました。ワイヤで戸惑うロボット。戸惑うロボット。ロボットも同じように途方に暮れていました。そこで二人は一緒に逃げることにしました。そう、それがワイラ。あー、幸せを求めて。より良い暮らしを得るために旅の途中、二人は危険な目に遭いましたが、でも勇気を出した。力を合わせた。勇気を出した。とても勇敢な二人は危険から逃げ延びた。いつだって勇気が切り開くんや。その途中で二人は守護者ロボットと出会い、一緒に逃げて二人を守ってくれました。物語のおしまいはハッピーエンドや。夢に見ていた場所にたどり着いて永遠に幸せに暮らすの。童話はいつも幸せな終わり方でしょ。でも本当はそうじゃない。なんでこんな擦れてるんや。そう、それはワイラ次第や。寝ないと。家族。明日は長い。すげえ。信頼の上があるんか。ルーサー、お休みのキスはしてくれない。みんなするんやな。もう。ああ、もちろん。そうや。みんなキスするものや。まあ、海外ではもうキスが主流やからさ。俺もハワイに行ったことあるから知ってるぞ。おやすみアリス。ぐっすり寝て。
あ、よかったよかった。ルサと話す。聞き耳立てられてるだろ、これ。そう、聞き耳立てられてるものとして俺は話すな。優しい子だ。ええ。それにとても勇敢。うん。RA9 からいきますか。RA9 って言葉聞いたことある。最初に覚醒する存在。いつの日か立ち上がり仲間を率いて俺たちを解放する。へえ、存在を疑うってなんだ。もし現れなかったら、みんなを煽るためだけど、ただの作り話かもしれないじゃない。俺は信じてる。RA9 はいる。俺たちの中に。その時が来れば現れるはずだ。カーナ。アリスは特別な子だ。分かってるだろ。え？え？いや、え？ええ、もちろん。とりあえず分かったふりするのは定石。あの子は素晴らしい子よ。他の子供はよく知らないけれど、あの子は特別だって分かる。家族やから。もうバイオハザードや、もうもうまあ24秒ありますから。アリスを守る、拳銃を手に取る、火を消す、棒をつかむ。アリス守りてー。いやー、アリス守るでしょ。ここはルーさんに任せよう。問い詰める。問い詰めますか。誰なの？何が望み？こっちに来ないで。怖がるな。え？傷つけやしない。なんやねん。俺たちは仲間だ。その感じ。俺たちは。あんな侵入の仕方してきて、怖がるなはなくない？怖がらなかったが、たまに人間がいたずらしに来るから確かめに来た。ここで何してるんだ？泊まれる場所を探していたの。明日には出ていく。女の子、子供を見たのは久しぶりだよ。悪いやつらなさそう。昔はよく会いに来てくれた。悲しそうだね。ここ数日辛い目に遭っていて。いいものを見せてあげよう。楽しいものだよ、きっと気に入るな。あ、どうだい？大丈夫か。それはちょっと。それじゃあついておいで。お、話聞かねえやつばっか。やめておいた方がいいよ。来てから。行くしかなさそうだな。俺はやめた方がいいと思います。あれだよね、カバンからなんか物が取れるとかそういうのはないよね。行きましょう、素直に行こう。ないね。はい、じゃあ行きます。いいものってなんやろな。いいものって言われて、いいものだったら試しがねえよ、このゲームやってると。もう疑心暗鬼の心しか生まれない。メリーゴーランド動かす。動くのこれ。おい、電気通ってんの。おお、こんなギャラリーいる中でやりたくないな。さあこれに乗ってごらん。乗ったら動かしてあげるからね。大丈夫かよ。ちょっと楽しい気分になってくれや。なんだ、よいしょ。おー、幸せになってくれ。アリス幸せになっててくれ。緊張して楽しめねえ。あ、でもアリスちゃんは楽しんでますね、鋼のメンタル。みんなで乗ればよかったのにね。あの子が笑うのを見るのは初めて。はあ、
ここのとこ辛い目に遭ってばかりだったのに。やっぱ少女なんやね。あ、めっちゃ嬉しそうや。もういいやつそうなやつを見かけるとこいつサイコパスなんじゃねえかみたいな思考になるもしかしてこいつみたいな。ちょっとぐらいね、いい目にあってもいいじゃないか。これからどうせ大変なことばっか起こるんだからいやー、つかの間の休息ですね、これは。3人は心休まるひとときを過ごした。上げて落としてくるパターンだろうな落としてくるんやろうなあ、アリスを守るだと問いだ出すと追いやるしかきっと出ないんだね。拳銃手に乗ると警告するとかができるんだろうけど、まあまあまあ、アリスちゃん第一ですからね。ここは守るというところで、結構ここが拾えてないな。まあ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 、まあでも概ね回収できたんじゃない。ここは特に分岐はなかったって感じだね。はい、というわけで、次のデトロイトでお会いしましょう。それでは。